高横須賀駅は愛知県東海市高横須賀町にある名古屋鉄道高和線の駅。駅番号は KC01。6両編成対応の相対式2面2線ホームを有する高架駅。名鉄で初めて駅集中管理システムを導入した無人駅であり、隣の大田川駅から遠隔管理されている。当駅への駅集中管理システムの導入は、 本導入に向けた実験的要素があり、2001年より、三河山線から本導入が始まった。エレベーターが設置されている。ランランバス、下バス、東海市の統計、移動等円滑化取組報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。普通停車駅ではあるが、横須賀高校へ通学の生徒などの利用者が多く、 特急が停車する復帰駅や高和口駅よりも多い。東駅南鍵屋駅間に新駅設置が計画されている。またかつては同区間に鍵屋駅が存在した。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年872ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。 1994年、1028ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年、256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。AB 名鉄120年史編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。 186ページ。名古屋鉄道、ニューススコープ、例名、第694号。名古屋鉄道、2006年8月、13ページ。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日。閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月。臨時増刊号、特集名古屋鉄道、 間末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。東海市の統計東海市。 移動等円滑化取り組み計画書報告書名古屋鉄道。ありがとうございます。